ロベルト・シューマンの公共曲第1番変路長長、作品38、春は、1841年1月から2月にかけて、作曲され、同年3月31日、メンデルスゾーン式、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団によって初演された。ザクセン国王、フリードリヒ・アウグスト2世に検定された。演奏時間約33分。 1841年3月31日、メンデルスゾーン式、ライプツヒゲバントハウス管弦楽団によって初演され、初行はこの時に用いられた行である。曲の構成は海底行と変わらないが、曲全体にわたって、オーケストレーションが海底行と異なる箇所があり、冒頭のファンファーレなどのように、旋律自体が異なる箇所もある。なおこのファンファーレについては、 バルブなしのホルンとトランペットではストップ奏法をしなければ出ない音で書かれており、初演に向けたリハーサルで自身の意図した音が出ないことを知ったシューマンがメンデルスゾーンのアドバイスで現在の音に変更して初演されている。また、各学章にも次のような表題が与えられていた。自筆奏夫はアメリカ議会図書館が所蔵しており、スウィトナーによる録音が存在する。 シューマンは初演後さらに遂行を重ね、1841年の末にパート譜を出版、1853年には送譜を出版した。出版社は共にブライトコップ社である。一般に演奏されるのはこちらの校である。初校で与えられていた格学章の表題は削除されている。春という副題については以下のいきさつがある。この曲は、 アドルフ・ベトガーの死に霊感を得て書かれたと言われ、シューマンは当初のこの公共曲を春の公共曲と呼び、初演時は各楽章にそれぞれ戦術の表題をつけていたが、後に取り去った。シューマンがメンデルスゾーンに当てた手紙には、第一楽章について、冒頭のトランペットは高いところから呼び起こすように響き、すべてが緑色を帯びてきて蝶々が飛ぶ様子も暗示される。 主部のアレグロでは、すべてがはるめいてくることを示すとも言えるが、これらは、作品完成後に浮かんだイメージだとも述べている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、トライアングル、弦5部。アンダンテウンポコマイストーソ、アレグロモルトビバーチャヘインロ長ョ,ョ助走付きのソナタ形式。助走は4、4拍子。 トランペットとホルンがファンファーレ風な動機を示す。次第に速度を早めて主部に入る。39小節から始まる主部はに4拍子。第1主題は弦楽による助走の動機に基づく湧き立つような旋律。第2主題は木管で転調しながら穏やかに示される。コデッタは118小節に始まる第1主題のリズムに基づくものである。 134小説からの展開部は、第1主題を使い、トライアングルも使用される。盛り上がったところで助走のファンファーレ風な動機が回帰し、第1主題部後半の確保の部分から再現部となる。第2主題は、幻聴で再現され、コデッタを省略して381小説からコーダに入る。第1主題に基づくが、後半は、 第2主題に基づく新しい旋律が現れ、最後に助走の恩恵で締めくくられる。ラルゲットアターカ編補長長。3、八拍子。ほぼアバカという形式を取るが、B はエピソード的で短い。主部は弦による夢見るような旋律。C は弦と木管が不安げな動機を繰り返す。高まったところで幅広く加工する動機も示され、ブラームスの 第三公共局第一学章の第一主題との関連が指摘されている。やがてトロンボーンが半音階的なスケルソ主題を予告し、休みなく第三学章に続く。スケルソ、モルトビバーチェに単調。3、4拍子。二つの中間部を持つスケルソ。第一トリオは二長調。2、4拍子。第二トリオは変路長調。3、4拍子。 フィナーレ、アレグロアニマート、イーグラチオーゾヘンロ蝶々。に、二拍子。助走付きそなた形式。はじめに、還元学が、普天リズムの恩恵を勢いよく示す。これは、第一学章冒頭のリズムと関係があり、学章を通じて、重要な役割を果たす。この助走は短く、すぐに、主部へ入る。第一主題は弦楽による。 ちょこちょこしたピアノ的な動きが特徴。第2主題は、途端調で木管が音階的に上昇。加工するユーモラスな動機と弦による冒頭の普天リズム動機がつなぎ合わされている。前半の動機は、ピアノ曲集、クライスレリアーナの終曲から取られている。生き生きと力強いコデッタも続く。展開部は、普天リズムの動機を扱い、静まったところで、ホルン。 フルートがカデンツァ風にそし、そのまま第一主題の再現につながる。型通りの再現の後、ポコ、エーポコアッチェレランドの高台入り、第一主題の助走動機を暗示しながら力強く結ばれる。他のシューマンの公共曲と同様に、かつては様々な指揮者が様々なオーケストレーションの変更を行っていた。マーラーは、 冒頭のファンファーレの変更が先日のように、楽器側の制約による変更だったことを踏まえて、諸工時のものを復活させ、またティンパニの音変更や、金管の削減や強化など大なたを振るっている。このマーラー版の録音としては、チェッカート、シャイー、スダーンのものが存在する。他にもセル、ミュンシュ、ロジェストベンスキーは、第1楽章18小節の木管のパッセージ、などにおいて、 マーラー版のオーケストレーションを採用している。日本初演は1949年3月21日、日比谷公会堂にて、小高久忠式、日本交響楽団。ありがとうございます。